1月1回目と2回目のコストコ購入品をご紹介します。お買い物の参考になったら嬉しいです。名店監修鍋スープ、2つで478円。2種類の中から2つ選んで買うスタイル。まずは一風堂を作りました。鍋にスープを入れ沸騰したら豚バラを入れます。豚骨エキス、ラード、豚コラーゲンのまろやかな味わいに九州醤油のコクと豆板醤を加えたマイルドな辛さのスープです。再び沸騰したら残りの具材を加えて火が通ったら完成。乾燥きくらげはマスト。鍋の後は締めのラーメンで大満足でした。チョンカ本格かぶ漬け白菜キムチ、1キロ入り1280円です。去年は壺に入ってたけど、ジッパー付きパウチになってエコになったの。冬季限定だから毎年この時期のコストコの楽しみの一つでもあるのよ。チョンカキムチは韓国内のキムチ売上ナンバーワン。発酵させているキムチだから乳酸菌たっぷり。発酵が進んで日に日に味が変わっていくのもまた楽しみの一つ。賞味期限は購入から約1ヶ月。株ごとドーンと入ってるの。美味しさを閉じ込めるためにカットされずに入っているんだけど、うまさが全く漏れてないのがわかる激うま具合だよ。漬け汁もあるからまな板でカットするとちょっと大惨事になるので、ボウルに入れてハサミでチョキチョキカットすると安心ですよ。乳酸発酵のまろやかな酸味が奥深くて目を見開くうまさです。白菜のシャキシャキとした歯ごたえは心地よく、いろんな材料が織りなす漬け汁のハーモニーはオーマイガー。私の中でベストキムチと言ってもいいくらい大好きです。ガラス容器で保存します。焦がし玉ねぎとチェダーチーズディップ、 47g×12、 1738円、税込み。出演させていただいた TBS 熱狂マニアさんでもご紹介したこちら、サワークリーム、クリームチーズやレモン果汁の酸味が心地よいディップ、焦がし玉ねぎやチャイブ、ガーリックの風味がヤバうまです。賞味期限は購入から約2ヶ月半でした。12個それぞれに賞味期限が載っているからシェア買いもしやすいですね。これ野菜のディップやクラッカーにのせたり、揚げ物にもめっちゃ合うんです。唐揚げにも合うし、フライやフライドポテトはもう悪魔の組み合わせ。ハマっちゃう美味しさですよ。アジフライにもタルタルソースみたいによく合う。さっぱりした野菜がどんどん進むわ。バゲットにもめっちゃ合う。シャウスライス 250g×3、 1180円、税込み。シャウエッセンのお肉で作られている粗挽きポークのスライス、そのままパンにのせたり少し焼いても美味しいよ。テイク&ベイク丸型ピザ、パンチェッタ&モッツァレラ、1980円、税込み。自宅で焼き上げるピザです。ピザソースの上にたっぷりのモッツァレラチーズ、ローストトマトのオイル漬け、パンチェッタ、パセリが乗っている直径 40cm のめちゃうまピザ、カットして冷凍しています。オーブントースターで美味しく焼けますよ。味噌汁の具 175g 1068円、税込み。風味豊かな万能だし 1658円、税込み。この味噌汁の具と万能だし、コストコで買える有機塩熟味噌で味噌玉作ります。混ぜるだけでいつでもすぐ美味しいお味噌汁が飲める。乾燥タイプで賞味期限も7ヶ月あるからストックしておくと便利。お湯に入れると乾燥だったとは思えないほどの食感。1食分 2g はなんと7キロカロリーだから、ダイエット中小腹すいたら飲むのもおすすめ。化学調味料なし、保存料なしのうまさ際立つだし、パックの中身を取り出して豚汁作ったら子供がおかわりしまくり。コストコオンラインでもレビューめっちゃいいの納得。味噌玉4食分は味噌大さじ4、だし1パックを混ぜるだけ。
乾燥具材は入れ込んでも食べる直前にお椀に入れても OK。 味噌玉は冷凍もできます。あったかい具沢山のお味噌汁で心も体もポカポカよ。バレンシアオレンジ 3.6kg 1398円、オーストラリア産。全部で19個入ってました。とっても甘くてジューシーだったのでこれは絶対買いです。オーガニックレモンジュース 1リットル ×2 1668円。私の愛してやまないコストコ商品のトップランキングにいるのよこれ。イタリアのエトナ山近くの火山豊かな土壌で育ったシチリアレモンから作られた。お砂糖などは入ってない 100% レモン果汁。1リットルに有機シチリアレモンが40個分。酸味はきつくなく、お料理や飲み物に入れたり使い道いろいろ、優しい色と香り、味で本当に美味しいの。ずいぶん値上がりしちゃったけれど、それでも他のお店のオーガニックのシチリアレモン果汁よりお安いと思うんだ。目にせず、クラスティーロール1198円。しじみわかめスープ33パック858円。太麺焼きそば 200g×6 428円。海塩850g 578円、オーストラリア産。オーガニックブルーアガベシロップ 1.02kg×2 2397円。よく買うお肉。タンパク質はコストコで買うのです。コスパ最強デイリーワイン。どっちも買って大正解な力士まくり商品。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。